せーの、レッツパチサボ、よろしくお願いします。来ちゃいましたね、ついに来ちゃいました。我々男前エーズの出番が、その男前エーズって、はい、マジでモロゲン君しか言ってない。やっぱ男前エーズ。ここがやっぱり、わかりました、俺たち男前エーズ、男前エーズでございますけれども、はい、なるほど、この圧力は。というわけで、今日はパールショップともえ富里802店さんにお邪魔しまして、はい、男前エーズが一体どんな立ち回りを見せるのかなって感じなんですけど、もうでも、うん、ずっとバルブレイブですよね。まあそんな言い方されるとあれだけど、まあずっとバルブレイブだね。すごいですよね。なんかその今までの梅屋さんって、はい、まあ当然 ATK、ARTK もガンガン攻めるガチ系だったじゃないですか、はい、まあそのボーナスタイプだけに限らず、はい、そういう荒い機種も行く方ではあったんですけど、それ一辺倒ってなること珍しくないですか。一辺倒ではないんだけど、はい、まあちょっとだけ長くなるのちょっと短くして喋ると、バルブレイブの状況非常にいいじゃん。はい、まあ、そうですね、最近めちゃめちゃなんか息吹き返してきた感じありますよね。そうそうそう、非常にいい上に、はい、バルブレイブって、まあ、例のあれがあるじゃん。そうですね、あれを除いた時の割がめちゃくちゃ高いわけよ、うん、あーなるほど。ここ20年以上なかったぐらいの高さなの。これありきでの6114だから実際114じゃないですもんね。そう、まあ一説には130から140と言われてるので、うんうん、もうその4号機のまあ初期ぐらいの割があるわけよ。だからでいて、まあ、荒さと、まあ、謎さで、うまいとかそこまで攻めないので、確かに独自のその見解というか解析が出ていないからこそ、そこをやっぱり経験値でカバーしてる人多いですよね。で、なので非常にその期待値を、高い期待値を取りやすい状況にあるので、臆せず行ってて、そういう状況が非常に多いから結果行ってるっていうだけなんの。で、あくまでもバルブレイブが好きだから行きますというよりも条件が整ったっていう。好きだから行ってるわけじゃないんですけども、まあ、苦しいほど好きだけどね。どっちなんですか。いやいや、結果的にね、やっぱね、あそこまで熱くなれる台なくない？まあそれはね、僕も、もうバルブレイブはもう本当スポーツだと思ってますね。そう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 、僕バツロはね、あんま熱くなるタイプじゃないんですけど、あれは熱くなる。あれはすごいわ。ブッシャーみたいな。そう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 。だからまあまあそのね、趣味と実績を兼ねてじゃないですけれども。まあ、バルブレイブ好きが非常に多くて、それこそね、ともえさんも大和さん、大和店さんとか、はいはいはい、バルブレイブ多分盛り上げて、新店ですよね。そうそう、あれはすごいことになってみたいな。めちゃめちゃ大変なことになってるらしいですね、はい、コンプリートしまくりということで、まあ、じゃあ取れたら、取れたら行きたい思いはあるね。まあ負ける覚悟はできてるんだったら行くのもある。いや僕はだって今日乗り打ちでしょ、うんうん、友達だから我々、うん、そうそう、俺たち友達だもんな、ね、梅屋さんと乗れるんやったらそれ行きますよ。本当すか。余裕できます。ただ、はい、抽選がちょっと不安なんですよ ね、はい、まあ、3桁おそらく並ぶ中で、うん、バルブレイブが11台でしょ、うん、だ取れるかどうかと、あとやっぱ梅屋さん最近、うん、レヴィンさんの北斗みたいなとこありますからね。梅屋さんのバルブレイブ生きる騎手さんみたいな。筋肉ですか。ああ、筋肉とは筋肉は真逆の世界で生きてる人が、はい、何をいつか、まあ、だからバルブレイブずっとカリッカリなのに。いや最近太ったんだけど、まあその話は置いといて。だからまあ確かにお客さん大体朝並んでると、今日もバルブレイブですかって言われるんで、はい、でもね、はい、それでもやっぱりだからってバルブレイブ行けると多くないのよ。ああなるほど、その梅屋さんが来てれば力入ってて分かってんだけど、でもそこに行くほどの、まあ、その懐事情だったりとか、やっぱりねなかなか行けないので、意外と取れるかもしれない。ただ並びってなるとちょっときついから、まあ分かんないけども、150番とか取れたりすんのよ。あ、じゃあちょっと取れる可能性がある。可能性ありますね、はい、ただあれですよね、この番組はやっぱりどうしても後ろの番号の人に合わせなきゃいけないから。そうです。そうだからちょっと厳しいかもしれないですね、はい、だからまあちょっと抽選勝負になるところはあると思いますけども、はい、じゃあ第1候補は、まあ、バルブレブバルブレということで、はいはい、はい、いやもしかしたらめちゃくちゃ抽選番号悪くて2人のパチンコが見れるかもしれません。それだけ避けたい、はい、というわけで、早速いってみましょう。最後あれで締めます。あれで締めますか。せーの、レッツパチサボ。レッツパチトモ。どっち派ですか。なんか決めてます。基本的に右に行く気がするけど、でもカメラの向きに合わせちゃうね、収録の時は。カメラが近いわ。プロ意識の塊。いやいきます。で、あ、21。お、悪くない。ふう、あれ、いい顔してるな。あれシェイ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 21シェイシェイ。まあまあまあ、しょうがないよ。112しょうがない。
すいません、おはようございます、お願いします、お願いします、お願いします。慌てることないの、なぜなら俺台取れないから。ここか、2箇所に分かれてんだよな、あっちにもあるんだよ。こっちの方がいい気がするんだ、場所的には。あんまデータとか見てないですけど、今日はこの辺うろうろしてよ。おはようございます、お願いします、おはようございます、お願いします、おはようございます、お願いします。あ、来た、全然取れる。あ、うわ、余裕じゃないですか。とりあえずこれいないですよ。あ、ここにしましょうか。 奥にもあるんだけど、よかったら角をどうぞ。いや、でも乗り打ちでしょ。はい、でもすごい居心地いいです、こっちの方が。なお、分かりました、はい、ってます。さあ、取れちゃいましたね。はい、ただ本当はあっちの方が良かったね。そうですね、はい、あっちの方が馬に早かったですね。そうで、向こうの方がなんか上にこう最高角の枚数をでっかく液晶表示してて、はいはい、多分コンプリートしてるのを押してる感じの島で。ああ、なるほど、うん、ただ別にこっちがダメって理由もないし、まあ分かんないですしね。そうそうそう、我々は初めてだし、行ってみましょう。はい、じゃあ梅谷さんと一緒にバルブレイブ打っていきます。ドライブどのぐらい目安にしてます？それもまあ、あの単純に何分の1じゃないのよね。はいはい、そうですね、状況によって変わってきますからね。まあ、諸説あって、まあ、俺が採用してるのは、はい、まずは1400枚ぐらい超えるまでは、はいはい、まあ、とにかく弱い、うんうん、でもう一つ気づいたのがやっぱ有力感切れ、うんうんうん、有力切れはいわゆるその焼けクソドライブを生みやすいって言いますしね。そう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 、でその1400枚っていうのも焼けクソになるきっかけになるんじゃないかと。でもまあ、例えばそれがね、あの1400行く前の 10の0でもやめれないけど、やっぱね6はね、そこでも1回2回は来ることが多い。あ、序盤でもですね、うん、だからその確率が、まあ、その上がる前もあの差があるけど、上がったらもっとそれが顕著になるみたいなイメージかな。251ゲームです。300のゾーンで、そのゾーンで覚えてほしいのね。覚えてほしいっていうの、覚えてほしいんだ。俺はメモってるんだよ、それを。それで後で、あ、今ですね。そう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 、一発目300のゾーンですよみたいな。投資9000円です。頼むよ。でもね、プレッシャーなんかやんな。サキちゃんは難しい。あの、引いたら確定な役が多いだけってイメージ。そうそう、本当そうです。わ、うんうん、泣かない、泣かない。うわー、ダメか。あ、おー、一発目から。いや、もうね、結構期待できるよ。もう部屋でしたけどね、うん、一応ジャックの方だけど、あの、あんま出ないから。お、あ、いるかな。ここで来てくれるとありがたいな。あ、いるわ、これは。まあ、300のゾーンか400のゾーンかどっちかです。352ゲーム、400もしくは300のゾーンで雷蔵です。ここもだからね。あ、レアグいたぞ。あ、え、マジか。お、うん、あー、弱者だ。でも頼む。はい、もうダメ。1ゲーム目でね、演出が出ないともうダメなんです。おお、101人表記った。お、早いぞ。101人はだいたいクリアする。あの、チャンスオンクリアしないと、あの、モード動かないから、多分、はいはい、いいモードではあるのに、多分ね、それも分かんない、諸説ある。でもそれはまあわりかし有名ですよね、うん、はいはい、デホです。ダメか、お互いワンミスで、10だから400のゾーンでしたね。ですね、さっき450だったから。で、あの、いいモードの時も微妙にね、やっぱね、高設定っていうか6の方が速い気がするのよ、俺は。700とかもあんまいかない気がする。全体的にじゃあ、やっぱそのチャンスは軽いんです、ね、モードがあって、さらに振り分けがあると思ってるから、まあ、分かんないけどね。で、そのチャンスゾーンの内容も、まあ、あるって人と ないって人がいるね。あ、マリエとかが高設定の方が出やすい。 うわ、またさきちゃん。ただ俺はだとしても100のゾーンです。9マ9マ9マって来ることあるから、6でも。ああ、今まで。そうそうそう、だから9マ続いたからやめとはできないから。よしよしよし、 OK、 リプレイ V 揃い。これ大、1万4000です。次のレバーオンが。さあ、ここで赤7プラス15枚引いてるという気持ち。そうそう、あ、もう最初からね、赤7を見据えてね。 OK、 そういうこと。さあ、しくじれないぞ、ここ。そういうことです。そうそうそう、そうだ、集中集中。でもどんないいペースで行ってても最後にひどいことしてくることあるし、絶望的でも最後に行けることあるから、調整のようなホールドくることがありますからね、うんうん、うわぁ、この2ゲーム連続失敗は痛い。その白い枠が嫌いになってくるのよ、どんどん。うわぁ、くそが。うわぁ、まあ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 、あと100枚ありますよ。ゼロホールドすれば。
そうそうそう、ここで粘っていればなんかそのそうそうそうホールドもらえることあるんですよね。ある、むしろそういう方が多いよ。そんなゲーム数ある間にクリアすることなんてあんまない。よし、いいぞ、よしよし、ほらほら、もうあとちょっとだよ。数えない方がいいけど、よっ、ちょっとワクワクしてきた。にゃっ、あと1回だ。俺ここで手止められない。俺は、ね、いけるよ、いける。動画の時は僕止めます、手を止める。いきます、西川さんの気持ちになって出て、うわそこででも隠れホールとかあることあるから、レア役引いてなくても。ほら、いったー、ありがとう、言った通りになってめっちゃ嬉しいよ。やっぱ西川さんの気持ちになった甲斐があった。ちなみに西川さんって誰ですか。いや、西川貴教です。あ、はい、いやいや、西川さん、皆さん、はい、バルブレイブが好きなのは分かりますけど、はい、もうちょっとそういう BGM とかにも興味持ちましょうよ。あ、全然何も知らなかった。チェリーを弾く気持ちで、まあ、リーチ行くまであんま気にしないぐらいの気持ちの方がいいよ。そうですね、行きます。はい、トントン行こう、トン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 行った方がいい、リズムよく。オーケー、オーケー、上手、ナイスチェリー。そう、力みのないいいレバーオンでした。ほら、チェリー意外と弾くでしょ、ね、弾くでしょ最高、いい音来いよ、いい音。はい、トントン、あー、来た、もうこっからはそうです。うわー、2連手目、これでもね、たまにあるんだけど。梅谷さん、実は僕バルベルブが梅谷さん音じゃないにしろ、まあスマスの中で北斗の次ぐらいにも累計は打ってます。ところが未だ追撃童貞なんです。あー、なるほどね。2024年1月26日現在、追撃童貞、ついにこのパチスタボで、ついに捨てましょう。はい、はい、言ってください。卒業します。あ、いや、でも2連目で切るか。ちなみに一応嫌なこと言っとくけど、はい、あれでもなぜかここで切ることあるのよ、はい、あれの時ですら。いや、もう大丈夫でしょ。だからそこは多分あんま関係ないと思ってほしいのよ。あれで切ることあるんですか。あれで切ることある、しかもここで革命2連目、まあ、しかも一発目がチェリーで無理やり通してますからね、うん、確かに まだそこは分からない。だから まあ、あれの特徴としては、はい、蝶の保証までは割といくのよ、うんうんうん、そう、僕も あれで蝶を取ったことはあります、うん、100のゾーンだよね。100です。だから安心、割と安心だな。どんなパターンもあんのよ、あれって。なんかその別にみんなが400のゾーンなわけじゃないから、うん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 、まずはあれかどうかの判断が大事だよね。また雷蔵だ。500で当たりましたね。575、多分600のゾーンだと思う。ベル引いてくれ、ベル。あ、レア来たよ。前いいですよね、山田だけど。京都、京都、あー、ジャック。あ、この共通ベル上げたい。くれ、赤。あー、来た、よし、よかった。投資ぴったり2万だね。でこれが赤7なのも2つでチャラです。よし、よし、いいね。いや、パチトモって、それなりの出玉はあるらしいんですけど、今まで、うんうん、ただ万とか、まあ、いわゆるその映える枚数ってのはまだないらしい。なるほど、やってやろうぜ今日。そうだから、バルブレイブ2人で並んで打って、ただどっちか引きで頑張って、どっちか高設定とかなら、ね、ね、なんとかなると思うんですよね。せめて合わせまんまやろうぞ。いいですね。そうそう、合わせぐらいだったら現実的ですもんね。それでもサムネには書けるじゃん、合わせまんまいって。大事なとこちょっとそっち見るね俺。こっちの方が大事だから。リーチかかってます。チェリーで通す。リズムよく。いや、まだ諦めるな。ここで来る、第一ステージで来る。あー、うわー、追い込まれた。いや、スイカ、スイカ、ここにスイカだよ。チャンス目。そう、ゴー、さすがだな。ナイス、ナイス、ナイス、一発目からいってる。これはナイスですね。超素晴らしい。いや、マジで止まると思われた。で、それを超えちゃえば、そう、もうあれはね、そうなんですよ、あれは回避だから。基本的にはここはサクサク、
もう2軒までも行くな。あ、え、今喋った。あ、喋った、うん、多分革命ラッシュ言いました。よしよっ、よし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 、要は20も大事。これね、本当後からバカにならんからね。いや、本当大事だよ。しっかり20取っていくのは、なるべく早く枚数出したい気だからね。次、おいで。あ、行った行った。これで4でお願い。さあ、レア役を引こう。レア役全然引いてない、全然引いてないよ俺。レア役引いてホールドストックしましょう。あー、2か。微妙っすね。でもいけるいけるいけるよ、こんなの普通いけるんだ。こんなの何回クリアしてきたか分かんねえよ。おい、強行強。あー、ジャック、でも 55% か。で、これ1回終わらせるエースに行くから、そこに頼らず行こう。もうホールドに頼らず行く。あー、これであれ取ってるとホールドするよ。うわお見事。いや、マジでいけますよ今日。珍しいね、2人とも一発目のボーナスと AT なんて、うん、いやー嬉しい。よし、パネル消えた。よし、7。少なくともあのタマちゃんと打った時とは勢いが違う。そうなんですか。もうずっと辛かったから。さあ行くよ、一発目、はい。サクサクいっちゃうから俺。ああ、喋った今。喋った？喋りました。本当？はい。よく聞いてたね。いや、多分返しがあるからこっちの方が相手の方が多分聞こえやすいんだと思います。いきます。じゃあこっちも。ああ、ついた、ついた。ついたね。オッケーオッケー。もう継続して当然だと思いますよ。そうなんです。さあ、私2発目いきましょう。リーチかけましょう。レア役引いて。うん。次も早い。かかったー、緊張してきた。リーチかけたらもう取るのが約束です。取るのが約束ですか。約束です。え、リーチいった。おー、スライスタイミング、リーチ、おー、来た。これはかなりも期待できます。はい、2回目ですよ。そして今日童貞捨てようぜ。あ、でしたね、追撃童貞。すいません、筆下ろしお願いします。はい、いっちゃってくれ。まず100取ることだから。よし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 、もう捨てます。すいません、皆さんお待たせしました、ついにこの時が。あ、もう縁がない。このね、贅沢な厚さだよね。まず継続で厚くなって、うん、100円もらったら厚くなって最高だよ。もさあ来たよ。俺ね、毎回ここで動画撮るのよ。あー、撮ってますね。そう、今日初のリーチみたいな、みんなと共有したいのよ。さあ行くよ。頼むって。チェリー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 。あー、やばい。ここあんまないね。あー、ないっすね。僕もなかなか。すいませんでした、引き戻しに期待してください。いやいやいや、もう、はい、こっちでなんとかやりますから、はい、お願いします。粘っててください。さあ、俺はそろそろ66ゲームが近づいてます。はい、次ゲームだよ。え、あ、これブーストチャンスちょっと見れるかもしれないよ。お願い。あー、あー、でもね、あれ疑惑が抜けないのよ、まだこれだと。そうっすね、うん、こういうのが一番怪しい挙動だから。フライアウェイ。いや、いけるいける、当然いけるよ。ムムちゃん来い。いや、もうほら、いや、いけるけど怖い。もう3ゲーム目、3ゲーム目多いから。なるんだよ、それは今日までの話だから。新しい自分へ。そう、はい、プーン。あら、ほら、もう、いや、引き戻すよ、そんなもん。9連で2500枚、すごいな。134枚。でも俺も言うても3連目までいったから、ちょっと出玉がね、700枚以上はできたから、これ何気に大事だから。2人合わせてもうすでに3000枚か、うん、あるな。合わせマンあるな。合わせマンぐらい全然。消えない。消えないんか。気を取り直して、はい、うん、もう一回やりましょう。設定あると思って頑張ろう。あれあれ、15枚で。あー、危ないな。これ危ないっすね。危ない危ない。まあとりあえず革命出てこい。あれなのに決戦続くのきついから。うん、
あれだったら隣の人がやめてくれない限り俺はあれを打ち続けるっていうレア回になる。うわぁ、右、ちなみに2回連続右だったけどね。はい、で、デホと。ふぅー、709。さきちゃん、ゲーム差533です。残り1600もあります。じゃあ俺ちょっとそんな中追加投資しとくね。いや、もうしょうがないです、その代はしょうがないです。いやー、弱チェー、弱チェーな、あいつほんと仕事しねえからな。デフォルトです。さあ、私400のゾーンで全長に行ってます。それが通ったらもう、もうちょっといよいよですね。いよいよゆっくり回す。うわぁ、もう、まあ、チャンスがあるのは間違いないですね。あの、もちろんやめないけど、もうやめたいよ。こんなもん。うわぁ、いや、これで来たら分かりやすいよ。そうですね、15枚とかで通るんじゃないですか。あれ、レア役いたよ。もう分かんないですよ。普通通んないんだけどね、スイカは。あ、もう行った。あ、もう行きました。あれでしょう、多分。赤なな。うわ、腹立つわ。せめてね、革命引いて、あの、届くかどうかのワクワクぐらいやらせてほしい。なんだよこれ。マジ腹立たしいな。156です、液晶。いいよ、もうスイカで決めよう。そこで決めよう。はい。いや、これはしんどい。バルブレイブの苦しいパターンだね。さきちゃん、ほんとやれないよな。どうします、どうするか。いやー、これは僕は友達として、やっぱりこれを打たせるのは酷だと思います。あの、これやめても大丈夫ですか。よし、あの、こちらはあの、もうまったりなんで、だからもうプラスは、まあ、いわゆるこっちにかかってますよね。そうね、まあ、なるべく負けないようには頑張ります。僕は今、あと残りが1000、もう300枚ぐらいしかないですね。もう1000枚ちょっとやっちゃった。大丈夫大丈夫、まあ一回つかみはですね。はい、うん、あー、途切れるな。ちょっと途切れるから、はい、あの、ここぞって時で呼んでみて。あ、了解です、了解です。じゃあとりあえず一旦切っときますね。オッケーオッケー。はい、じゃあ一回切りますね。じゃあお互い頑張ろう。はい、お願いします。当たってます。こいつはまあ色で分かると思うんですけど、ベルかチェリーなんですよ。で、この手目は、もしこっちがめちゃくちゃ早く押しちゃってたりしたらチェリーのこぼしあるんですけど、これ今押して一流で確認するけど、ビタ止まりじゃないですか。これも当たってます。あ、ほら、青点の形ね、気持ちいいね。で、フラグ判別は、まあ、右レール枠内にバーか、枠内っていうか、まあ、あの、上中段とかにバーか、中リール中段バービタ、バーを枠内で、これで、レギュラー揃ったらそのまま、もちろんバーが揃ったらレギュラーなんですけど、揃わなかったら、赤か、鳥です。赤か鳥っていうか、赤と鳥同一フラグなんですけど、青の場合は滑ってくると。この説明いるかな。いるよね、一応ね。はい、これで、鳥もしくは赤です。もしくはっていうか同時の赤ということで、ビッグなんとか。さあ、600のゾーンで、ボーナス後 AT 後4回目か、4回目のチャンスゾーンで、もう、あの、ボーナス間で今1400余ってますんで、まあ、最悪あと100ゲームまずはボーナスをもらえると。いや、めちゃめちゃハマった。もうあと300枚ぐらいしかありません。さあ、山田、イエス、決めろ。いやー、引いてんのに、イエス。今日もやっぱ僕の番は回ってこないですね、バルブレイブ。まあ、あと100ゲーム。ちょっと一回見てみよう。まあ、もちろんまだ全然わかんないんですけど、別に移動してもいいんで、隣がね、1253で3の4、もちろんビッグ悪いんですけど、レギュラーがいいんで、で、この台が前々日まあまあいいんですよ、18の15、はい、まあまあいいんですよ、まあ、レグアクに関しては6以上、で、これ隣は前日前々日2の1、2の1なんで、まあ、上げ狙いだったらこっちの方が強いかなって気もします。で、現状、その設定差が大きいレグをこっちの方がまだ引いてるんで、こっち移動します。
いや長かったね、チャンスゾーン4スルーして間もなくボーナス観点上1500到達です。もういい手も赤7始まってからにしろ、ここでもう決戦ボーナスはない、なしなし、そんな不細工なパチストラはやってないよ。ここは赤7だから今は起承転結の点の部分よね。で、ケツに向かって今から赤7で上位つなげて3000枚ぐらい取ってケツ、はい天井です。でここで赤7ではなく赤7の先の15枚を持ってくるイメージ、頼むぞまず頼む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 、ちょうどいいタイミングで来たよもうチャンスは引きながら、チャンスは4回ですね。あ結構引きながらだね。で、今赤7でもう残りも200枚ないです。あでも飲まれていけただけ、いやだからこれをつなげてもう1回上位やって3000枚取って終わりましょう。俺は今、はい、あの1台目がビッグ1、レグ1で、はいまあ、ちょい入れてやめてもう1台目打とうかなってぐらい、まあ、あじゃああんま使ってないんですね。今全部で27本だからあれから5本使った。わかりました。じゃあその分含めてお願いします。3000枚お願いします、はい、天井かでもあるのよ、あるの、全然あるの。残り20ゲームで200枚、まあマジで油断できん。これ2ホールドでいいからあと1個取れれば、まあ、まあまあまあ OKOK、よしよし多分大丈夫だと思うけどな。あと2回さすがに、さすがに、よしよしよし終わった。8ゲーム残して到達です。さあさあさあここつなげてまたドライブ取って終わりましょう。取れ 10% 取ってろ、さすがだね。いや男前がアルマじゃ終われないですよ、うん、良さげな台を打ってるんであればそれ相応の結果を、うん、うわ緊張する、いくぞ。俺だけもあるもん、あ、何これここはもうリズムよく取ってるはず、そんなはずはない、そんなはずはない。チェリーいやなんかね、あのここぐらいは引き戻すと思う。だって俺たち今日引き戻しないじゃん。大丈夫大丈夫、引き戻す、うん、おっぱなプレイもいいや。ちょっとまだ諦めちゃダメだって、頑張ろう最後まで、まだ行きましょう、まだ800枚ある。苦労と見返りが合わんのよ本当にいやいつもの俺見てるようだな。おっ揃えよう休めです。お当たってんじゃん、それが4本かな。とにかく、今31本です。結構ハマりましたね。あの僕はそんなハマってないですけど、と前の人と合わせて569。よし、さきちゃん、いやー今日相性悪いよなさきちゃんは。下段ならある、いいよ、よし今回早かった、3連続赤7、104ゲームです。なあ通り過ぎて、まあいい、考えようによっては決戦の方が簡単ですから赤7は50ゲーム引き続けないといけないでしょう。こっちは4回クリアすればいいんだから。はい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 、中ね梅屋さんのように行くとは思うなよ。もう今こスイカのせいでずれたやろうかタイミングが。まあいい、2連続で失敗したきいいわけですから。はい来ました、一気に2個減らすやつ、そらそうよ、逆にこれ来るの待ってたからね俺は、一回失敗することによって。よし実質ラウンド3、はい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 、もう中は得意になったよ、中が今完全に流れを持ってきている中。さあここで
たー中が完全に今、おい2回で十分しょっぱいしょっぱいそんなんじゃ倒せんって俺は入れていきましたマジっすかえ引き戻したってことですかいや、早い段階でチャンスといって当ててすごっ決戦で当てましたすごっこれは流れあるねうんすごい取れる気するさすげんだねいやだからもう全部振りでしたああさすがあれは振りでしたまあ、それこそ3000枚いや、うん、ここは取ったらもう4000枚ですねいや少ないんだよバグレル的にはいや万枚とかさそういうの言おうよだってだっていや弱気になっちゃダメ強気になってほんなら続いて当たり前いけるいけるああもうスカー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 不倫になっちゃういや二度と歌うぞいやいや待って待って二度と歌うのは言い過ぎだからまだまだまだ時間あるから何すかこの枚数あのあれだね決戦にちょっとおまけついてたんで見返りがほら隣見て隣見てこれで枚数見てみてほら9200 頑張ってはいあとちょっと頑張ります、うん、引き戻しますここで引き戻そういつもの俺を見てるようだいやーちょっとあっちのマルブレム見てみる今日マルブレム下手じゃ全じゃないあの4台全の可能性あるっすよね僕のがあれ手物ゲームが出せてないで2台出てるんでおでも空いてるなでも空いてるのはなあっちの島の方が強いな今日こっちの島の方が明らかに強そうですけどねほらもうバルブレーブ島こういう風に作ってるっていうの分かんなかったんでこういうの作ってると分かったら最初からこっち狙ったんですけどまあでもどっちにしろこっちで並びでは取れなかったと思うんでうわー戻した最終ゲームでいいんだから繋がらんわけがない2連単食らってやっと引き戻して2つぐらいクリアできんわけがないクリアしてやったら本当に二度と打たんぞもう見限るもう合わんお前とは合わん俺は隣はもう70連ですよおかしかろうもん70連よ70連を横目に2連3連でうわーチリ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 うわあと1個じゃこれが男前じゃいよしうわーここでいやーいけ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 50かパーパーオッケーオッケーよしあれ引き戻したの、ね、すいません ここまでがワンセットでした、うん、気持ちよかっただいぶ、うん、66ゲームそうです最終ゲームでした、うん、だいぶここに行くとやっぱちょっと報われた感あるもんなすでに報われた感あるでしょあります、うん、だけれども足りないあーピコン来たあーさあマノ9セット目負けないいや緊張してきたよ俺まで9セット目を腹切りドライブでせやなもういっちゃいうわードライブ本当にだよ本当にいってる本当にいってるじゃんマノ9セット目にドライブ来たいやーこれが男前ズジャイさあ、あとは同点してるあー初めて止まっちゃったか、まあ、まあもうねここまで十分だよいやこれでも100だったら100だったらいったかもしれないけどまあいいでしょいいナイスナイスいやナイス取れましたねでかいこれはあー通過かなあ当たりですここ当たりなんでアレギュラーまあいいでしょうあーそういうこと俺久しぶりに20連とかするわかりますか20連が久しぶりなんですよあの打つたびにまあまあここまでは持っていってるんですよ持っていってんだけど20連が久しぶりってもうどんな相性悪いかわかるでしょうわーきたー
これを取って追撃同点卒業。はい、行きましょう。まあまあまあ、もう内部的に決まってるとかそんな野暮なことは言いなさんな。俺たちの中右左あれもね、一回しか揃ったことないの出せん、きたー、ちょっと50多いな。25の3。おお、ついた、きたー、ドライバーズハイいったんじゃない。あー、50かー、ここで2連続さあ、まあ、僕のバルブレブは残念ながらあれ濃厚ということで、残念な結果だったんですけれども、まあ、相方がやってくれてるプラス僕もその後は、まあ、少し、バルブレブのスタイルも取り戻せる形になったんで、まあバルブレブ打ってる方は分かっていただけると思うんですけども、あればっかりはどうしようもないんでね、まあ、そのどうしようもない不運に見舞われながらも、まあまあなんかこう最後ちょっと楽しく終われてよかったなという感じですね。ということで実戦終了したいんですが、これ決めてやる。はい、次も、はい、もう多分これはさすがに当たってるデメじゃないと思うんで、やめたいと思います。あー、うわー、終わった。いやー、でも十分ですね。壁だな、この4000枚、個人的な壁。30連の4150枚でした。手持ちが今4800枚。ラスト、なあ、ないか。よし、やめましょうか。4716枚です。さあ、最後店内チェックをしたいんですけれども、ちょっとね、出てるとこ固まってるかなと。ここでまあちょっと飛んでるんですけれども、エウレカ、アキダイ粘ってるで角出てると。まあ、もしかしたらエウレカちょっと全部いいのかなとか思いながらも、まあ、ぼちぼち出てる台たくさんあります。で、まあ、枚数が見てもらえたら分かるように、まあ、天然に2000枚、4000枚、3000枚、こう4000枚とか、あって、まあまあここはやっぱりね、メイン機種で今押してる機種なんで、まあまあまんべんなく入ってるって感じかなと。で、バルブレーブ1回空き台になったんですけれども、この7000枚出てる台は四五六角出たと、お客さんから聞いてます。ただ僕はそれ聞いちゃったんで辞退したんですけれども、で、まあこっちの方が、まあ、いつも押してると思うんですよ。最高枚数が、まあ、軒並み1万5000枚とか、まあ、コンプリートとかいってるんで、でね、バルブレーブ千葉って感じじゃないですか。で、ただ今日はあっちの方が意外といいと。でこっちもすで、に、構成って確定が出てる台があると。で、まあね、こんなグランベルムとか何気に出てたりとかで、ね、こういうのも意外と並びなのかなと思ったりしつつ、まあ、各機種、まあ、いい台が全然ないってことはないですね。で、今ちょうど相方が終わってるところなんですけれども、こっちの芝は今日怪しいです。この台が4000枚で、これさっき9000枚出てましたね。僕の打った台が、あれだったんですけれども、まあ、モロゲンの台もね、そこそこ良かったじゃないですか。まあ、だから全然仕事とかでもおかしくないななんて思ったりで、ね、結構ね、まあ、意外っつったらあれですけども、結構ね、ともえさんは30杯強いんですよ、うん。まあ、北関東で強いから、グループさんだからか分かんないですけど、見てください、明らかに、うん、ただこっちの芝かなり強いですよ。で、まだ回ってない台もあって、で回数の割に枚数持ってる台が結構あるんで、まあ、ここから伸びてくんじゃねえのかなって気もします。でジャグラーとかにもぼちぼちレギュラー200分の1台ぐらいのもありますね。だからまあまあまんべんなくの中にも、まあ AT 機だったらまあバルブレーブあたりが強くて、で、ノーマルタイプだと花々が強いで、何人気でね、僕のクランキークレストもワンチャンあるんじゃないかなって気がするんで、まあ本当に、強いとこは強く、まんべんなくはまんべんなくというところで非常に状況が良かったと思います。レッツパチ友、男前ですね。いやいや、やっぱりそっちこそ男前やね。もう俺はもうギリ男の王ぐらいだよ。いやいやなんとかなったぐらい。やっぱりしっかり耐えますもんね。一応投資が、31本で1426枚だったんですけど、はい、789枚は流せたで、あーってことは2代目はプラスじゃないですか。2代目はプラスだから、要はちょっとバルブレーブの負けは削れたかなっていうところで、637枚マイナスです。やっぱり梅宮さんの真骨頂ってこれなんですよ。いやいやいや、なんてギリですよ。いや本当の男前の枚数言ってやれ。いいですか、はい、すいません、男前発表させていきます。はい、投資644枚、はい、
回収が4716枚で4072枚のプラスとなりました。で2人合わせるとプラス3435枚。お見事。いやいやいや、どう、あのバルブルーム楽しくない？いやそれがですよ、僕実は少し前の収録、うん、とある収録で、うん、バルブルームもう打たない宣言したんですよ。もう全くうまくいかないなもう向いてないと、うん、その人気のある理由も分かるし設定状況いいのも分かるし、うん、いろんなその気持ちよさがあるのも分かるんだけど、うん、もう僕にはもう合わないと思って、でも今日一応先輩の俺が言うからちょっと合わせてくれて、今日いなかったら、うん、おそらく打ってないんですよ。まあまあでしょうね、そこまで言ってたんだった。でもまあ今日から始まったんだ。そうちょっと片鱗は感じたでしょ。あれ これだと やっぱ気持ちいい。あれだったあの短時間で4000枚だぜ。しかも俺ら今日思ったようにいったじゃん。そうですよ、そうですよ、チャンスネもそうだしさ、ドライブ行ってくれたとこで行ったしさ。そうだから最初朝一にまずパンと見せ場があって、うん、だからまずその起承転結をしっかり作るっていうのもやっぱ男前なんだなっていう気はしましたけど、はい、今日だって14時半ぐらいまで、うん、石井さんに後半の戦いやばいっすよって言われましたもん、ね、言われたのにあれですから。いや素晴らしいよ、やっぱもう しかもねもうダメかダメかと思ってからだもんね。そうそうそう、素晴らしいよ、ね、決戦ボーナスでやっと通したと思った、ね、でも単で、うん、でそっから戻して、だって聞こえてたもん、もう俺打たねえって聞こえてたさりぎわりうわ弱音吐いてると思ってそうだからもう2回目のもう打たねえが出たんですけど、うん、やっぱね梅谷さんが言うように、うん、多分僕の代あれで4とかあると思うんですよ。まあそうだね、多分6はまだまああると言えないけど悪くはない。そうなんかその6にしてはドライブもねやっぱちょっとは寂しいかなっていう感じもあったんで、おそらくあれで4とかなんだろうなと思いますけど、やっぱ1回あそこ行ってしまえば4でも十分戦えるっていう。あとね4とかまあ結局俺らには確定でないと分かんないけれども、4とか6と思われる台ってそこまで通常きつくないのよ、うんうんうん、それはきついけど、そうですね、そこまでチャンスそこそこもらえて、うん、600とかでね、そうそうそう、まあ、はまっても台のせいっていうか俺がチャンスをクリアできないから悪いんだ、うんうんうん、で通せないから悪いんだと思うんで割と納得いって負けられるのよ。確かに確かに、僕も今日だってボーナス観点上食らってこれですからね。そうだよね、だチャンスも引きながらだもんね、しかも、はいはい、素晴らしいよ。いやだからちょっとこれまた見直しちゃいましたね、またね、バルブレイブを、またこのモーミンの時は、まあ、バルブレイブやるっていうのはいいんじゃない。俺タマちゃんの時もそう言っちゃったんだけど。俺もでちなみにガチタマ出た時もやっちゃってるから。結局自分が打ちたいだけじゃないですか。使っちゃった。状況がね、状況が。まあまあこれも十分な結果じゃないでしょうか。はい、さあというわけで、今回のパチトマはこのような結果になりました。おそらく、パチトマの歴代出玉ベスト10ぐらいには結構しょぼいね。じゃあ次はもう1位を狙って頑張りましょう。そうですね、頑張りたいと思いますので、はい、皆さん引き続きよろしくお願いします。というわけで今回この辺でおめでとうございます。では最後あれで締めましょう、またお会いしましょう。ありがとうございました。せーの、レッツパチトマ。